橋本春菜22歳になるってよ。以上です。話すことなさすぎ。あ、なんか4部と5部完売したかもしれないってよ。複雑な動きができるようになったってよ。以上です。ということで話していきたいんですけども、まず、まあ、ちょっと今話してた内容のなんか前後しちゃうんですけど、オンラインお話し会4部と5部、なんかファンの方の情報によると今落選が出てるのが4部と5部らしくて、ありがとうございます。ただ決済が一番大事なので、皆さん決済も忘れずによろしくお願いいたします。そしてそしてですね、まだ生誕の話は早いと思うんだよね。まだ早いと思うから、あ、そうだ、あのもう公開されましたよね。ちょっと約1週間一緒に悩んでほしいことがありまして、あ、髪の毛は切ってません。ですね、AKB48 グループと雑誌ラルムさんのコラボ企画がのショールームイベントが開催されるということなんですけれども、なんで髪切ったって言われるんだろう。マジ切ってないんだけど、やだな、一回一回説明するのめんどくさいから。髪束ねてるからかな。一回一回説明するのめんどくさい。橋本そういうとこファンの人にかぶってるからって、かぶってる方が可愛いじゃん。かぶってる方が可愛いじゃん。そういうとこファンに優しくないんだよね、橋本ハイピョン。毎回説明してあげないよって思うかもしれないんですけど、ちょっとめんどくさいですから。ちょっとめんどくさいから、怒ってないよ。ただめんどくさがり屋なだけ、うん、サインにした。そう、今日は、あ、今日は縛りたい気分だな。怒ってないよ。
私がめんどくさがりなだってね、本当にもう学校で会ったこととか、まあ、お仕事で会ったこととかも本当にいつもいつもママとかパパになんかその、例えばパパにはそのお仕事で会った時とかの話をその車の中送ってもらう、その帰りの車の中でしてたんですけど、お家帰ったらママがご飯の準備しながら待ってるんで、待ってるんですけど、その時にあのいつもなんか今日どうだったのって聞くんですよ。もうパパに話したしと思って、めんどくさいからパパに喋ってって言ってますそう、めんどくさいからパパ喋ってって私はそう本当にめんどくさがりなんですよ。そう、一回でいいじゃん。でもパパにもそのお家帰ってから喋るよって話をしたりとか、そう、前髪が今日決まってないから被ってない方がいいって言われたしな、さっき。でも被る、反発していく。よし、オッケーね。へピエ怒ってないよピエ。ということで、まあ、さっきも話してたんですけど、ラルムさんのなんかそのレギュラーモデルオーディションみたいなのがあるんですって。でなんか私自身もその本当にね、最近あんまりショールームのねイベントさんにそのやってなかったってこともあって、ファンの皆さんも虹星を貯めてたりとかすると思うし、いつ僕たちはこの星を使ったらいいんだみたいなのもあると思うし、そう、ただなんかすっごい迷ってるんですよ今。なんかやりたいってことってわけではなくて、そうだったりとか、これの期間がね、3月25の17時から3月31の19時59分までっていうこともあって、もしもあのリセット公演の千秋楽、私の千秋楽が3月31だとしたら、その日の夜配信できないんです。一番 大事な時間って言うとあれなんですけど、一番ねなんかすごい変動する時間に、そうっていうのもあったりとかして、でもファンの皆さんは絶対にレインボースター貯めと今貯めててくれてると思うからっていうのもあったりとかして、なんかどうしようかなっていう、なんか本当にすごいレインボースターを貯めすぎてるんじゃないかなっていうのも思ってて、でもなんかその前のね、あのカレンちゃんたちが雑誌に載った時のあれの時に、なんか前も言ったんですけど、その私自身はなんかモデルっていうより、今はアイドルとしてステージに立ってパフォーマンスをすることだったりとかっていうことが好きだからっていうので、前回のそれは参加しなくて、すごいだから悩んではいるんですよただそう、1日3時間だからセブ島の時と比べたらまだなんか、なんだろう、心に余裕はあるっていうか状態ではあると思うし、迷ってます、とりあえず今すごく。ただ3月25もちょっとこの時間帯に配信できるかっていうのが分かんなくて、もしかしたら午前中に配信になっちゃうかもっていうのもあったりとかしてて、
だからなんかすごい迷ってるんだって感じ。みんながまだあのイベントいやいいんじゃないみたいな感じだったらまあいっかってなるんですけど、でもみんながそろそろちょっと僕たちもレインボースター投げたいかなみたいなあれだったらまあまあまあみたいなそうなんかむずいんですよね。でもショールームのイベントってさめちゃめちゃさもうさいいかな。だって今だって今回今さお話し会が今あって生誕グッズもみんな買うでしょ買うでしょ買う前提だよね。本当に本当そうだよね。レインボースターは腐らない腐らないかな。まあでも24までにスタッフさんに言わなきゃいけないんで、そう24までには決めなきゃいけないんです。え、配信時間取れるかが一番大事じゃない？そう思うんだが、うん、私としてはそうだな、まあラルムさん、まあ本当になんかこれまではさなんか審査があったじゃん、最終なんか1位になってもなれないみたいなのがあったりしてたから、なんかねあとは正直なんかこのそのなんだろう、多分ね、なんかその22歳だよな自分と思って、まあ21だけどこれが発売されなんか22、いやわかんない、ラルムさんのそのあなんだろう、むずい、どういうモデルさんを求めてるのかっていうのがわかんないからむずいけど、なんか若い子を求めてたりするのかなみたいなとかなんか思っちゃって、そうだからでも1年間レギュラーモデルになれるんですよ。1年間だから雑誌に出続けられるんですよ。すごいそれはマジで。専属じゃない、レギュラーなのか。はあむずいな。そう。まだ迷っときます。もうちょっと迷います。うん、もうちょっと多分みんなにまた相談すると思うんですけど、なんかよく言うのは女の子ってこうやって悩んでる時って大体結末かもう決まってんだよみたいなね、そういうのがねよくあると思うんですけど、私の場合は本当に優柔不断で本当に決まってないので。あの皆さんのなんて言うんでしょうアドバイスというかが大事になってくるので、ぜひみんな教えて。そう iPad の時めっちゃ言われたんですよ。でもそんなこと言ってどうせミニ買うんでしょみたいな、どうせもう決まってるんでしょみたいな、本当に決まってなくて本当に迷ってたんです。後押しが欲しい、後押しが欲しいっていうより本当に迷ってる、すんごい迷ってる。でも迷うってことは違うのかなって思っちゃったりもしてたりとかしてて考えものです。
アルムは10代後半から20代がターゲット、甘くて可愛い系のファッションできるかな。ちょっと写真撮ります、ごめんなさい。さあメールに乗っけよう。あ、建物がレベルアップ。待って、サプライズレバーさんミラーボール4つありがとうございます。パンダさんミラーボール2つありがとうございます。トラックエローさんミラーボール3つありがとうございます。パンダさんミラーボール1つありがとうございます。絶対もうわざとジョークにしてる今のパンダさんは。ありがとう。でもスミちゃんハートありがとう。キュンです、ありがとう。歌いますね、ありがとう。みんなミラーボール今日も歌うよ。夢見心地大親友もパパもママもちょっと驚いたでしょう。思い悩んでため息つく心の端か熱がどんどんほら上がってくよ。おでこに手をやればすぐわかるでしょ。生まれてから出たことないポートしちゃう体温、呼吸だって苦しくなって、彼のこと思うと切なくなる。この世はバラ色なんて絶対嘘だって思うわ。右から左、後ろから前、下から上、大騒ぎ。やばい、この曲さ、一人で歌うものじゃない。すごい大変。大騒ぎ。あれ、ここ、わあ、歌わりじゃないんだ、私。大騒ぎ。誰か、誰か、誰かが誰か、好きになって。世の中は大騒ぎだ、だ。自分だけが盛り上がってドン引きされてもいい。ありがとうございます、ミラーボールありがとう。マクイクさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。今日飲み物忘れてきちゃった。あ、まあ飲み物持ってきてもらってもいいかな。ヤバウッチーさんハートありがとう。キュンです、ありがとう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 、とっと熱い。いや熱くはないんだけど、こもこもこがママさんにそろそろ会いたい。だって私じゃ不満か。妻小学生になるのドラマ始まったから終わるまで待っとって、ってことは私は11時まで配信をしなければいけないということでよろしいですか。ということは私は11時まで飲み物がない状態で配信をしなければいけないということでよろしいですかね。作太郎さんハートありがとう。キュンです、ありがとう。なおなおさんハートありがとうございます。っていうかそうね、ドボンさん今さあれやってると思うんですけど、あ、なんだって、雑誌のレギュラーより最近イベントやってないっていう理由からという動機なら熟成期をず、そうなんだよね、正直最近イベントやってないから、なんかショールームでヒリヒリすることがないっていうのが、てかドボンもそうなんです、最近イベントがないからそうヒリヒリしてないんですよ今。わかります。そうそうなんだよね。
それはあるな。マックミックさん、ナオナオさん、ハートありがとうございます。そしてともゆきさん、ハートありがとう、キュンです、ありがとうございます。あ、待って、ミラー、待って、虹星今いらないです。あ、やばい、今やめてください今じゃないよあー、今じゃないよとりあえず今ではない、絶対絶対的に今ではないうん受けるあらららら、いつ投げるのが、私がショールームのイベントに参加するって言った時に投げるですのが嬉しいな、ハルピョン的には。もうそうじゃなかったよ、あれあれってな、そうそう、私的には、いや、あの25から待って、まずそう出る、その今回のイベントを参加したいですってなったら25から、25の5時以降、はい、それ以外は温存温存、のりちゃそさん、ピンクのクマありがとうございます。でもさ、多分さ、私だけじゃないと思うんだよね、みんなもそうだよね、みんなも多分溜まってるよね、そんな気がするんだ、うん、別にピョンズだけじゃない気がする、レインボースター溜めてるの。まあ普段そのそういうイベントとかにあんまり参加しないメンバーのファンの方は溜めてないかもしれないけど、でもその普通にいつもイベント参加するみたいな感じのメンバーはのファンの方はきっと溜まってると思うから、もうどうしようかなっていう気持ちで行きたいと思います。はいはい、この話終わり。次の話をすると、3月25日は皆さん絶対にアンダレを見ましょう、一緒に、よろしくお願いします。一緒に見ようね。そのためにこの衣装ではないんですよね、これはその収録が終わった後にいただいたやつなので、そう、ファンの方にいただいたうさぎちゃん、これは、うん、エンドレッドさん、ピンクタコありがとうございます。そうです、なので、あー待って、めっちゃ前髪目に入ってる。とりあえずチャンネル登録、チャンネル登録じゃない、テレ朝チャンネルさんのチャンネルに入っていただいて、なんか加入のなんちゃらみたいなやつは、ハルピョンみたいな感じに、か橋本春奈 AKB48 みたいな感じに書いていただいて、そしたらなんか当たるんですよね、またハルピョンの、ハルピョンのうさぎミフィちゃんとのツーショットが当たるので嬉しいね、ぜひよろしくお願いします。9時からだっけ、何時から、9時から10時から
まだ近くなってないからわかんない。10時からです。皆さん一緒に見ましょう。絶対約束や。ハルピョンのなんだっけ、あー忘れた。寝起き予告、寝起きドッキリ一緒に見ましょう。チームようちゃんさん、ミラボールありがとうございます。5つ分ありがとう。歌います。ありがとう。熱がどんどんほら上がってくよ、おでこに手をやればすぐわかるでしょ。生まれてから出たことないポートしちゃう体温、呼吸だって苦しくなって、彼のこと思うと切なくなる。この世はバラ色なんて絶対嘘だって思うわ。いつだってみんなで騒げたら絶対幸せだよね。ありがとうございます。ミラボールありがとう。チームヨンちゃんさん、音符ありがとうございます。あ、そう、そのドボンの話をしたくてさ、いや多分私のファンの方にはねいないと思うんですけど、あのね、ドボンをすごいやりたい気持ちはすごいわかるんですけど、あのドボンの多分レッドクイーンさんの会社 の方もきっとね、そのドボンがいい感じに円滑に回るようにメンテナンスをしてくださったりとか、ファンの皆さんにもちろんメンバーにも楽しんでいただけるようにメンテナンスをしてると思うんですよ。サットさん、ハートありがとう。ありがとうございます。そうだから、なんかいつもそのドボンのメンテナンスがありますとか、メンテナンスがちょっと遅れますとかっていうツイートをドボンさんのその公式のツイッターさんがしたら、なんかまだなんですかみたいな、遅い、なんかなんでですかみたいなね、コメントとかが結構よくあって、なんかもちろんドボンで遊びたい気持ちはすごいわかるけど、なんかなんだろう、そのじゃあメンテナンスをちゃんと行わなくって、私たちのそのそれこそファンの皆さんのプライベートのさ、メールのさ、アドレスとかが流出しちゃったらもっと怒るでしょだからそうならない、まあわかんないけど、どういうメンテナンスなのかわかんないけど、その中途半端に多分オープンしたら下でもっと大きなことが起こってしまうと思うんですよ。です、なんなら私アプリの開発なんてできないからなんかアプリのメンテナンスなのもできないんですよねそうで、なんかそのイベント期間中に、なんだろう、全員ができない、イベント期間中に自分だけができないとかだったら多分めっちゃ問い合わせた方がいいと思うんだけど、別に今月なんかすごい、なんだろう、なんちゃら出演権みたいなのとかやってるわけでもなかったりとか、全員ドボンプレイヤー全員もできないじゃないですか。そうだから、なんか言っても多分レッドクイーンさんのその中の人の心がピエンってなっちゃうだけだからそうだから、そしたらもっともっともしかしたら遅くなっちゃうかもしれないから、なんだろう、なんか私もそのリップとかを見ててすごい嫌な気持ち、多分メンバードボンとかやってるメンバーとか、そういうリップを見てるメンバーとか、そのファンの方とかも嫌な気持ちになると思うので、まあもちろん私のファンの方にはいないとは信じてるんですけど、もしもその近く、その自分が知ってるフォロワーさんがそういうのをやってるとかってなったら、なんか控えませんか、まあ多分ね、控えませんかっていうのも怖いだろうけど、なんかね、うんって思います。うん、だって3連休、多分ドボンのレッドクイーンさんも3連休にドボンいっぱい遊んでもらうために、楽しんでもらうために今ね、金曜日なのに頑張ってくださってると思うので、
3連休ですよね今週。いや分かるんですよ、私もね、なんかドボンできない、なんかできないってなるとすごいやりたくなっちゃう気持ちはすごい分かるし、なんかいつものルーティーンだよみたいな感じなのも分かるんだけど、でもそんな怒らないでよって思います。まるまる、うん、そんなゲーム一日できないくらいで何かが変わるわけじゃないんだからさ、うん、なんか頑張ってくださいとかならねいいんだけど、早くしてください、なんか早くみたいな感じのコメント見る、なんか心が、ハルピョンも多分他のメンバーもなんかちょっと、それがもし自分のファンの方だったらなんかもっと心がふうってなっちゃうと思うのでそう、うん、まあピョンズは絶対にしないようにもしもね、あこれまで自分しちゃってたなと思ったら今後絶対にしないように、うん、していただけたらいいなと、まあもし今これを見てるピョンズじゃないけど、あ僕そういえばしてたなって心当たりがある方は、過去は変えれないけど未来は変えれるのでね、嬉しいよね。でもそんだけそんだけドボンを好きでいてくれて、そんだけドボンプレイしたいって思ってくれてそうそう、それはすごいメンバーとしても嬉しいし、なんだろう、多分レッドクイーンさんとしてもすごい嬉しいことだと思うんですよ。出すよって言っちゃった嬉しいことだと思うんです、うん、そうそう、だけどね、うん、すごいそれは本当に私自身もなんか本当にこの1年間ドボンを、まあ、1年半ドボン頑張ってきて、結構いろいろ変わったこととかもあるから、なんかそんだけドボンを好きでいてくれてるのが私もすごい嬉しいし、なんだろう、これからも一緒にいっぱい遊ぼうねっていう気持ちではあるんですけど、ただね、まあドボンだって機械かもしれないけど、機械を直しているのは人間ですからはい、人間には心というものがありますので、その心をなんかよしよししてあげてください。デジタルデトックスです今日は皆さんって配信中に言ってたら意味わかんないけどねデジタルデトックスって配信中に言うのマジ意味わかんない本当に全然違うやんって感じ、お前配信してるやんけってうん、すいません、多分前回も言ったんですけどね、なんかまだ、まあ多分この配信を見てない人なのかもしれないからね、何とも言えないんですけど、でも多分私が思ってるってことはきっとメンバーもっといるわけで、多分少なからず思ってる人は私だけじゃないと思うので、もっといると思うので、うん、泣いてないよ、泣いてない、眠かっただけ、ごめんごめん、泣いてない、見て、悲しい気持ちにはなるけどね、そのコメントを見ると、うん、
竹兄さんハートありがとうございます。泣いてない、泣くべきかな、泣けないんだけど。私さ、泣けっていうとこで泣けないんですよね。でも意味わかんない、ここで泣くのみたいなとこで泣くんですよね。え、本当にマジ涙腺どうかしてるうん、本当にそうな、意味わかんない、こんなとこで泣くのあんたみたいなところで泣くんですよ。自分でもどうにかしたい。生誕グッズの話はもうちょっと待ちで、24日下北さんに出るらしいです。出るらしいです、はい、出るみたいです。よろしくお願いします。何喋るんだろう。また近くなったら大倉さんが来るのかなへへへ。に何を喋ろうか考えておきたいと思います大倉さんは最近多分他の女の配信に行ってるから、そう、23にのんのんの卒業公演に出演させていただいて、24下北さんで、25はアンロケ一緒に見るからねみんなっていう感じです。なのでよろしくどうぞ。あとは今日話すことは、でももうあと生誕グッズの話かな。なんか話してほしいことはありますか。もう生誕の話しちゃう。生誕ではないんだけど、生誕グッズの話しちゃう。ちゃう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 けん。 TikTok 見たよ。おありがとうございます。なんだっけ、私マジであの曲ハマってる。右行って左行ってわかるかな、複雑な動きはできないかな、こういうポーズとこういうポーズ、あーこれできる、引っ張って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 、はい、ははーい、めっちゃハマってるんで今後もで、あのまた撮るかもしれないんですけど、その時はよろしくお願いしますはい、よろしくお願いします。めっちゃあの曲好き。あの曲好きっていうのもちょっとよくわかんないですけどねへへへ、あ、あ、すいません。それでは、生誕ティーの話をしようと iPad で LINE 開いたらなんかいっぱい届いてた。ちょっと待ってね、これと
これとタオル、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 はい、皆さん、あ、昨日の早起きしますみたいな話してた話もしよう、後で。あれ？ Wi-Fi 繋がってない。さて皆さん、生誕グッズの方が公開になりました。グッズのデザインの方が公開になりました。パフ、イエーイ、フォーフォー、ポポポー。あれ、あ、ファイルを送信できませんでしたって出てきちゃった。あ、ダメだ。じゃあどうしたらいいんだこれ。あ、だだだだ、ちょっとスクショしますね。お待ちくださいませ。まずはですね、私の生誕 T シャツの方がですね、どんな感じのデザインになったのでしょうかっていうところをですね、一番最初にですねお話ししていた、いけたらいいかなっていうことを考えているんですけれども、メールで送った通り本当にたくさんたくさん、すごいスタッフさんと、まあ、スタッフさん、マネージャーさんを介して、とてもとてもたくさんですね、なんだっけ、デザイナーさんの方とですね共にですねすごいいろいろ考えて、橋本春奈らしい、そうですね、アートをですね、デザインをですねちょっと考えさせていただきましてですね、ですね、すいません、ちょっとこの話し方うざいって言われるそうなんで、変えたいと思うんですけど、ですね、まあ決定したデザインというのがこちらになります。ドドン、ちょっと待って、あーでもそこ閉めたら、あーあーぼー、いけてるか、こんな感じでございます。一つずつねデザインをまず紹介する前にですね、皆さんにですね、アートタオルがこちらでございます。かわいいでしょう。ちょっと待って、こんな感じですね、全身写真が、ここに、豆と小麦とピータローを散らばしてですね、まあ、いい感じにピョンとか22歳だよっていうのとか、春菜とか富山とかっていうのを散りばめて、まあなんかあとはちっちゃいハートとか書いてありますので、とてもとても可愛いものになっております。もう愛してます私。はい、この間までここにですね去年の生誕グッズがポンポンポンって置いてあったんですけど、なんでだよ。ですね、もうさ片付けまして、ちょっと今すぐにはちょっと出せなくてすいません。まあそうなんですけど、今年の生誕グッズはこんな感じでございます。もう正直言いますね、あーでも言わないでおきますね。でですね、皆さんにはその T シャツの色を決めていただきたいんですよみたいな話をさせていただいてたんですけど、まあ結果的にすごい票数を集めたというか、あ、待って、ママ洗濯機してる？急に洗濯機の音が聞こえた。ですね、結果的に一番票数を集まったのがこちらの色だったんですよ。してます、やばいやばいやばい。ですね、
茶色のしましまのチェックの、はい、以上です。ですね、そうなんですよ。あ、ポッケには何も入れてない、大丈夫です。あのニットを洗濯機に入れたので乾燥機回さないでねって話をしました。はい、それは置いといてですね、まあ、こちらの色、何色でしたっけ、なんかなんちゃらブルーみたいな、なんかすごい明るい青色が一番人気だったんですけど、やっぱりこの3つをね、こうこれとこれとこれを、なんか1枚目と3枚目一緒じゃないと思うんですけど、見比べた時にこのデザインがよりなんか、なんだろう、馴染んでるものはどれかなっていうのを考えた時に、やっぱり、まあ、私はね、私の本心ではこれが良かったんです。めちゃめちゃ一番はこれが良かったんです。この薄い色の感じがなんか儚い女の子のなんかファンみたいなの表現できるかなと思って一番これが良かったんですけど、でもこれは一番票数集めなくて、まあ結果的にこのカロライナブルーっていう色になりました。なので皆さんから、皆さんがいいって言ったサファイアとかだったかな、サファイアじゃなくてこのカロライナブルーっていう色になりました。本当はこれが良かったんですけど、それはこれはまず一番票数を詰めなかったのと、ママにもええって言われて、はい、わかりましたってなりました。カロライナブローの T シャツをよく、ぜひ着てください。そしてですね、全部のデザイン、まあ多分いろいろ見てたらわかると思うんですけど、すべてのデザインのなんだろう、海の親は私なんですけど、参考にしたものってまあそれあるじゃないですか。あ、やばい、ネタバレするとこだった、危ね。参考にしたものっていうのがありまして、やっぱりそりゃね、めちゃめちゃいろんなものを参考にして、まあ、まずは、まあ、パッと見で分かる通り、まあ、トランプですよね。これはもう、え？はい、ママからの LINE はもう無視します。さよならさよなら。私は喋りたいことを喋ります。なんだっけ、まあこれはね、もうバッて見たらわかると思うんですけれども、まあドボンのトランプをイメージして、今回はほぼほぼデザインを考えさせていただきました。だってジュース持ってきてくれないから。そう、まあわかると思うんですけどね、こう、まあ本当に、なんだろう、多分私のこのこれを見ただけではわかんないかもしれないけど、私のことをもう知ってくださってて、なんかでっていう感じだったら、多分あ、ドボンだったのかなみたいなのがわかるんじゃないかなと思います。で、あとはこのこれはね、もうチーム8の8です。はい、でこれ、ここの左下のこの22は、まあ、22歳なので22歳をイメージして、まあ
赤の方がいい感じに映えるかなと思ったので、ダイヤとハートにして、ここはウサギピョンピョンみたいな感じでウサギにしていただきました。めっちゃ本当にマジで ありがたい。本当にこんな素敵なものを作っていただいて、でファンの方にいただいた、去年ですね、昨年の生誕祭の時にいただいたお花にバラがあって、なんかいいなと思ったので、ここにバラをポーンと入れました。適当かよって言われそう。いやでもちゃんと考えてね、このなんだ大人になってほしいとか、大人っぽいハルピョンにみたいな感じのこともいろいろ考えて、このファンの方のアイデアも、ちょっとアイデアっていうかデザインというか、ハルピョンハルピョンファンの方ポーンみたいな感じの生誕ティーになっております。で中央に書いてある文字は私のキャッチフレーズですね。はい、なんか英語のなんか間違っててもすいません、わかんないんでごめんなさい。とりあえずだいぶ前に韓国語、中国語、英語、日本語でキャッチフレーズをしようみたいなのをやってた時に、英語のキャッチフレーズがこれだったんですよ。でそれをメモってあったので、それをほぼそのまま使ったって感じなので、間違ってたらその時に教えてくれたファンの方が間違ってたって言われなので、私知らないです。はい。自分に責任のじれつけないで。はい、そうですそうです。でまあここのね、この子はもう分かりますよね。まあ、ちょっといつもと色が違うんですけど、すいません、 T シャツ3色しか使えないので、服の色含めて4色しか使えないので、ちょっとピータローピンクにすることはできませんでした、ごめんなさい。インク切れです、すいません。なのでちょっと今回は白ピータローで、でまあここのねトランプ何持たせようかなと思ったんですよ。で考えた結果、なんかピーを持たせました。ピーを持たせました。はい、なんかあった時に使ってください。ぜひ、絶対出せないけど可愛いでしょ、めちゃめちゃ。であとはですね、まあ一番気になっているのは多分皆さんこちらだと思うんですけど、こちらの女の子、まあこれがイメージしているものはですね、まあ今ねチーム系の選手楽があったりとかしてっていうのもあってっていうこともあって、 K からチーム B の色、 T シャツの色を B っぽくしてチーム B に行きますよっていう意味も込めて、この K の扉にさせていただきました。はい、もうちゃんといっぱい考えた私の生誕ティーのデザインなので、マジでみんなにゲットしてほしい。本当にもうマネージャーさんとめっちゃ連絡取って、もうそろそろ決めないとちょっと販売のあれが出せないですって言われて、それやばいやばいと思って。頑張ったよって感じです。はい、明日の10時なので、ぜひ皆さん早起きしてゲットしていただいたら嬉しいなと思います。まあ使えるものは使っとけって感じなので、使えるものというか、その今年しかできないことをしたいなっていうのも思ったりとかして、 K から B に行くのと、あとね、この女の子が着ているお洋服、これ皆さん分かりますか？リセット公演のオープニングの衣装なんです。すごくない？自分で言うのもあれなんだけど。そう、リセット公演のオープニングの衣装を着てます。やっぱ本当にもう今年しかできないことをやりたいっていうのが一番の心の中にあって、
で、あ、みんな大好きツインテールなんで安心してください。あ、これハルピョンです。そう、今年しかできないことやりたいっていうのがあって、22っていうトランプも今年だけだし、もしかしたらこのピータローが来年私のキャラクターじゃなくなってるかもしれないし、このねチーム K からチーム B に行くっていうのも、だから青にしたかったんですよ T シャツを。そうそう、あ、あの隠れウサギも、隠れてんのか君みたいな隠れウサギもいるので、ぜひ、はい、そんな感じで、まあ、ドボンもねもしかしたら22歳の1年全くやらなくなるかもしれないしそうなったらドボンも使えなくなっちゃうので、私、あ、ちゃんとこのドボンのデザイン、ドボンのデザインっていうか、そのドボンのトランプのデザイン、トランプのデザインっていうんですかは、あのレッドクイーンさんに、あのマネージャーさんの方から許可を取っていただいて、ちゃんと大丈夫ですっていうことだったので、あの安心してください著作権問題でごたごたにはなりません、安心してください。嬉しいねちゃんと私プレイして、めちゃめちゃそのこの制作期間に、あのちゃんとみんなとっていうか、書きながらプレイしてマネージャーさんにこうやって送ってるんです、この2でみたいな感じで13これでみたいにちゃんと送ってるんですよ。偉くない？で、あの iPad mini を使ってこう、ちょっとここら辺見せれないんですけど、あのこのなんていうんですか、直してほしいなっていうところも手書きで、このこれ iPad mini で画像に書いて分かりやすくしたりとかして、結構頑張りました今年の生誕ティー。去年の生誕ティーマジ頑張らなかったから、すごいね好きなデザインではあるんですけど、タオルの方が去年は頑張ったので、今年は生誕ティーの方をめっちゃ凝ろうと思って、うん、その分タオルは今年はちょっと楽したっていうか、まあ、別にね好きなデザインをしたかったので、私はこれが一番好きっていう気持ちでデザインしたんですけど、めっちゃ可愛いよねこの T シャツ、私絶対着るもん普通に。うん、去年の生誕 T は一回も着てない、一回もではないけど、うん、あのあれの時しか着てない、なんかこんな感じですみたいな動画撮った時しか着てないちょっとピンクがデーハーちゃんすぎてちょっと着れなくて自分ですあれした割には。でも去年のは本当に私がステージ上からファンの方を見つけやすくするためにあんだけデーハーちゃんな色にしたっていうのもあるので、そう、もちろん綺麗に畳んであります、はいなんなら目の前で見つめられてる今やばいやばいぜひゲットしてください、うん、でも去年のも去年ので結構可愛いですよね、私好きですよあの感じ。ただ普段使いできないなっていう、普段、うん、でもああいうさピカチュウとかの T シャツもあるから、多分その原色が似合う人は普段使いできるんですよ。でも私ってこういうくすみピンクとかそういう原色っていうよりわわーみたいな色が似合う人間なので、そう、原色が似合う人は多分普段使いできる
T シャツなんですけど、去年のは。でも今年のはもう誰でも似合うと思います。早く飲みたい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 。もういいや、生誕ティーの話終わったからママの LINE する終わりで。発作。作太郎さん、ショートさん、ハートありがとうございます。戻ってるって、何も喋んないでおこう。戻ってるならちょっとどっか行ってもいいか。今戻った？去年のピータロー、これも結構いいデザインでしたよね。まあもうちょっとほくろがここら辺だったけど、まあそれは許容範囲。ド派手なピンク。缶バッジも可愛かった。これこの色はな、多分な。どうだろう、似合ってんのかな。分かんない。パーソナルカラーとかがあんま分かんないから、ちょっとなんとも言えないんですけど。そう、これのモチーフはフィッシャーズさんのダホさんっていう方がピカチュウのこういうののバージョンを着てらっしゃったんですよ。多分ね、これブルベ冬が似合う色だな、この色は。まあ、それ置いといて、そのダホさんって方が着てらして、え、かわいいと思って、そのピカチュウのやつがで、なんかこういうデザインのやつ、なんかそれだけだったらちょっとなんかピカチュウサイドから「おい、著作権だぞ」とか言われたらちょっと嫌なので、こういうデザインの服っていろいろ他にもあるのかなと思ったら、いろんなやつでこういう輪郭がないバージョンがいっぱい出てきて、あ、かわいいじゃん、いいや、じゃあこれにしようって思って、これを作らせていただきました。ここも21で
かわいい、かわいいけどか、ま、もちろんあの皆さんはコンサートの時とか、あと原色が似合う顔の方はぜひたくさん来ていただきたい。うわ今何見ようとしたんだっけ、忘れた忘れた、今携帯開いてなんかを見ようとして、うわ完全に、あ思い出、早起きした理由、話します、ちょっと待って、こたつに入ってから詳しくは言わないんですけど、とあるものをが欲しくてそう先着何人とかだったんですよ。でそれがすごい定価から結構安くなってて、えこれはもう絶対欲しいと思って、そうで早起きして雨の中並びましたよ。結構早、もう開店時間もう本当になんかだからもう本当に頑張って朝起きて、いや頑張ってはない、起こされて並んだんですよ。そう、そしたら、そしたらもう私の前にもう何人もの方が並んでて、これはゲットできないかもしれないと思って、うーって思って、でもゲットできるのにかけて私は並び続けたんです。そしたらなんと、なんとゲットできなかったんですよせっかく行ったのに、ピエン、もうそのためだけに行ったの、ゲットできなくてめっちゃ早起きしたのに、悲しい現実。あ結局朝マックしました。照り焼き、照り焼き、ん？照り玉？照り玉マフィンを朝マックしました今日は。そう。いやあのね、範囲は分かってるんですよ、なんでゲットできなかったか。ハッシュドポテト食べた、セットにしたよ、ファンタメロンソーダ、ぜひみんなお腹お揃い界隈にしてね、マックならどこにでもあるでしょマックならどこにでもあるんでしょ。もうめっちゃ悲しいです、本当にすごい悲しくて、うん、何人前で売り切れ、わかんない、まず何人なら、まあ、数えなかったですよ、何人並んでるなとかっていうのも数えなくて、何人前で売り切れとかもなんか見えなかった、だからわかんない。でもそんななんかもともと個数がめっちゃ少なかったので、で範囲はその起きててか起こされてすぐに準備して
すぐに行けばよかったのに、ちょっとこたつでのんびりしてしまった。ちょっとこたつでのんびりしてしまったんですよ。それがなかったら5人分ぐらい前は行けたかな。だからゲットできてたと思います。それがなかったら絶対私の5人前の人はゲットできてたので、私の1、2、3、4人、5人、うん、4、5人前の人はゲットしてたんですよ。だからうわ、それがなかったらゲットできてたのか。こたつってなんて罪な生き物なんだ。うん、でも何がびっくりしたって、一番前の人椅子持ってた。いやガチ勢すぎると思って、何買ったんだろうその人、分かんないけどガチ勢じゃんと思っちゃった。なんかこの人には負けるわと思っちゃった。一番目の人と二番目の人椅子持ってた。いやそうなんだよね、こたつ持っていけば勝てたな。でも電源さすとこないからな、ただあったかくない机と布団だな。そうだよな。もうこの機会はないと思います。だからもうまあいつか私毛先の匂い嗅ぐの好きなんです。変な人、うん、ちょっとやばい、焦げ腐った匂いって言おうとしちゃった。腐ってないですよ私の髪の毛、焦げた匂い。腐ってないよ、毛先がちょっと焦げた匂いがすごい好きなの。鍋焼きうどん、あ今日確かに寒かったから鍋焼きうどん多分いいと思う。うん、いい日だったと思う。結構雨降ってた今日。アイロンです、この子たちは全部。うん、布団から出たくなくて YouTube 見てたら、まずママに起こしてもらったんですね。でママとパパがなんかしてる会話も聞こえたんですよ。あの人起きようとせんがんだけどみたいな、もう亡くなっても知らんよみたいなのをパパにママが言ってて、でママが行った後にパパが起きんがーみたいな感じで入ってきた時に、私は YouTube 見てました布団の中で。そっからこたつに移動してぬくぬく温まってたら亡くなっちゃった。でもその買えんかったってパパに言ったら、まあ運がじゃない、なんだっけ、なんか神様がなんちゃらかんちゃらだったんだよみたいな、なんかすごい諭されました。そう、縁がなかったんだよ、そうそうそうって言われて、はーいって思いました。うん、で昼寝を1時間くらいした。時戻しそうだね。 YouTube も敗因かな。結構早くに起きたよ私。まあ何時って言ったらね、みんな遅いよって言うから言わないけど、数字が7ぐらいの時に起きた。
すみちゃんハートありがとう。日常、あ、日常、あ、でもすごいよ、みんなはそれが日常ってことでしょ。私はもうちょっと遅いかな。並んで欲しかったものは言わないです言わないです。サットさんハートありがとうございます。いや、おろしいかマッチの安売りではない、それは違う。まあ、いつかゲットした時に喋りますね。まあ、7の時間に起きたわけではないけどね。7過ぎてたよ、もちろん。でも8には行ってない。8の時はもう違った。7の時、7、そう、7、軽いもの、軽いもの、軽いっちゃ軽いけど、そのためにそのためにはあって感じ。ピョンズの力で手に入る、全然入る、多分みんなだったらいっぱい買ってくれるでもプレゼントはできない。うん、多分この中にも持ってる人いると思いますよ。もうこれ以上は言いません。ないちょ。ママ、11時過ぎたんだけどさ、発作ってまだかな。まだですって来た。え、違う、それは15分前。やばい、友達に発作って送ろうとした、危な全然意味わかんないじゃんね、急に来たらはってなる発作。みんながママに会いたいって言ったからだよ。普通に私はもう終わって配信やめてもいいんだよ。まあ、みんながママに会いたいって言ったから。アビオが悪いみたいな言い方しないで。え、寝てる待って、寝てる、ん、ん、連絡途絶えた。スタバックします。既読ついた。これ寝てたな、きっと。
コップはどれ、コップはどれでもどれでもそんなに多くなく、エンドレッドさんハートありがとうございます。サミちゃんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。ドボンができるようになってる。なんかさ、今日が誕生日のメンバーとかがいたらね、絶対怒っていいけど、それはうん、そのファンの方は絶対怒っていいけどねいないから怒んないで、みんなじゃんけん、あいこでした。まあなんかバグってたんじゃないですか、わかんないです。私もメンバーのメッセージのところがバグっているんですけれども、まあそれは全然あの支障は本当にそんなにないので別に大丈夫ですファンの方も分かんないと思うし、うん、タランタルさん対戦ありがとうございます。じゃんけんまだ4勝、私もまだ5勝だから大丈夫。かもしれないな。あ、大丈夫なんだけど別に。ちょっとヒーターが。ありがとうございます。あ、怖い怖い。パソコンの上だから気をつけて。気をつけて。あなたでしょ。あと、あ、帰ってくの？あれ、ママピョンとママピョン待ちだったんだけどみんな。ママピョン必要。帰るんだったら私も配信終わるから発作ジュースいらんがんだけど。ママピョン必要な人。山内さん対戦ありがとうございます。はいって言われた。竹兄さんミラボールありがとうございます。もうできるよ。できるっぽい。後で歌います。私は何をすれば、うん、分かんない。何してほしいですか、顔出し以外で。何か一言。わわわ、ハンナがわって言ったらわちゃん何系っていうばあちゃんか。あ、あれあるよ、プチプチ。歌を歌ってほしい。いやもん。いやです。ママ CD 出してないからもう。私たちも CD は出してない。突っ張り棒のやつ。
曲は出しとるけど私たちも CD は出してないですね。私は今日の夕食のメニュー、ああバターライスオムライス、バターライスオムライスでした。カルちゃんのものがね、ドロスリーそこまだ油断はできない。違うな、美味しそう。これには深い理由があるんですけれどもだって知らんかったもんいや、そんな言った言ったってさ、言ったよ、言ったわ。今がドバンの時、生誕ティーについて一言。何、ママはバックプリントがいいな。それはハンナに言わんで。あ、ハルピョンより上手だよ料理の話って言ってね何が上手な声が微妙に似ている。そんな可愛いかな、そんなに可愛いかな、そんなに可愛いかな。あ、嬉しいな、ハルピョン嬉しいな、あマムピョン、テレ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 ポーズ、テレテレ思い出した。え、国語校なんだっけ、もう忘れた、もう忘れた。皆さんに私、あの明日配信あったらニワトリって言ってくださいっていうのを言ったと思うんですけど、もう忘れちゃった。とか、こ結構とかじゃない、忘れた。あ、思い出した、ダメだ。エンドレッドさん、ミラーボール2つありがとうございます。ありがとう、後で3つ歌いますね。なんで歌わんの、え、なんで歌うが、だって俺じゃん、歌ってほしいが。いや、ハルピョンの歌はいいですごちそうさま。ニワトリって何ですか。ニワトリはコケコッコって鳴くやつです。白くて、あ、でも白以外もいますね。頭にトサカっていうものがあって、くちばしがほーってなっとるやつ。リバースしてみる。あと何の話しとったっけ今。バックプリントはだから私じゃなくて、それは運営さんに言ってください。いや、ママの意見もだいぶ取り入れましたからね、今回の生誕って。いやいや、だって元の意見があったやん。もうね、私はあれだったよ。あ、ここね、うん、胸にちょりっていう、ちょりちょりっとあのハッツの昔のなんかポッケにパピちゃんだっけ、ワンちゃんがいるみたいなデザインがいいみたいな話になったんですけど、それは25とかになってでもで、え、それ25までやっとるん卒業ちょっと今も考えた、今一瞬唐揚げの美味しい揚げ方を教えてください。油で揚げますです。身近なバナナちゃん対戦ありがとうございます。ニワトリは一つちょっと変なネタがあるんです。私は大爆笑なんですけど、ママピョンにはさぞ受けなかったネタがありまして、その話です。いや、その体勢をちょっとしゃべって送りたいわなんでなんでその足え、どういうこと、ここ取ってやるから、ね、メールで送れば。いやだよ、え、何が変なの。いや、こっから見たらすんごいおかしい。ちょっと一瞬取って、うん、ね、そしたら二度揚げです。はい、あ、そうなん、二度揚げなんだ、知らんかった。ママピョンの生誕グッズはどこで買えますか。橋本旅館。娘さんが出演した番組を見たご感想は、あ、優しい、ドボンスルーしてくれた。ご感想、富山ですぐ見れるようにしてくれ。どういうこと。え、あ、そっち、うん、いっちゃん系の B の話かと思った。いっちゃん系の B か、温泉かと思った温泉になったのはね、うん、あ、え、えちゃん KNB なんで、うん、ちゃん KNB 最近出たのんや。出ます、
いっちゃんではないけど、ん KNB、 んいっちゃん KNB ではないけど、 KNB ふるさとスペシャル出ますのでよろしくお願いします。お顔はハルピョンに似てますか？ハルピョンよりもばあちゃんに似てるそうやね、ばあちゃんに似てます。最近ばあちゃんに似てきたね。とっても寝顔がばあちゃんです。あさってから春直しさん、ありがとう。え、あさってからけ、クジラちゃんさん、対戦ありがとうございます。ママ、あ、そうみたい。あ、ありがとう。やったね。 Thank you。 やった。はるぴょんより可愛いか、小麦くんよりは可愛いかも。顔茶色くないし、髭も生えてないし、小麦可愛いし、可愛いし、豆だってヒゲ生えとるし。え、豆可愛いからいいもん。はぁ、ノリが似てる。違うんですよ。似てないよね。え、違くない？変、私より変、うん認めるうん、です。私より変、私より多分精神年齢は低いです。いや、中学生みたいな感じ。まるで中二病みたいになってくる。違う違う、そういうことじゃないけど。母さん分かっとるんです。あ、そう、分かっとるから変なんですよ。分かった。え、分かっとって変なの？あ、変な、分かってなくて変ってこと。あれ、分かってますよ。私もこんな大学3年生はいないっていうことは分かってますよ、すごく。え、今夜は、あ、今日はハルピョンと寝るんですか？いいだろう。はい。入ってくるもん。違う。あんた狭い布団に。あんなは布団広げとるからちゃんと。え、ちゃんと広げて。あっち向いたら怒るから。でも昨日こっち向いたら。うん、ハルピョンより変はやばい。ハルピョンより変です。そんな変？はい。違う。あなた。私？ハルピョンが変？まともだよね。うん。多分もっと変。違う、なんていう、配信なんていう、その普通に配信以外の活動よりも配信では変だけど、それよりも配信してない時の方が変。わかんない。え、違う。あ、そうでもないみたいです。じゃあ私はまともです。変だとあんまり思わんけど。あ、嬉しいな。すみちゃんハートありがとう。キュンです、ありがとう。ハルピョンは寝言ありますか？うーん、起きとるって朝言っとった今日。いや、起きとったもん。いや、起きてなかったし起きとったもん。ピョンちゃんは一周回って変。じゃあ回らないでください。どういうこと？回ってみた？なんか尻尾あるかもよ。あ、これ服なかった。もっと変な人に変じゃないって言われて、ハルピョンの寝相はいいね。え、寝相、昔よりはよくの昔あの写真思い出すあんたがママの頭蹴っとったいや、あのママと一緒に寝てる時は寝相いいんですよ。でも狭いからねそういうことか。布団の中で動けんやん。そういうこと。寝返り打つのも大変だって知っとる？いや、それは大変じゃない。え、あんな狭いところでどうやって寝返りできるの？うんってそう、でもあれなんだっけ、今何の話しとったっけ。あ、ママと一緒に寝その時はすごい寝相いいんですけど、でもママがどっか行って先起きて、そう、先に起きて、その布団から出た後になぜか布団がぐしゃぐしゃになっちゃうみたいで、寝相が悪いわけではないと思うんです。寒いから潜ってママに。そう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 。でもママが起きた時には布団はきちんと綺麗なままらしいんですけど、私が起きて布団を片付けた時、片付ん、まあ、ママが次の日に布団をペラって寝ようとしたら汚いらしいです。汚い、汚い、ぐしゃぐしゃ、うん、なんか回っとる、う
みたいです。無意識にママピョンを探している。かわいい。かわいいね。本当のウサギ。かわいいね。本物のウサギ。まあ、とりあえずハヤピョンは左右どちらで寝ますか。今はママの右側。あ、そういうこと。こういうことかと思った。あ、そういうこと。今はママの右側です。なんでか、なんで。そこに物があるからね。違うと思うよ。これだよ。ファンヒーターの近くに行きたいからよ。え、違うよ。あ、分かった。コードだよ。ほら昔さ、コード、あのさ、ママのところからさ出てなかったじゃん、コンセント。ママのコンセント充電器が長かったからママそっち側だったんで。そうだそうだ。寝相は悪くないです。小学生ですか。違います。ママ。私、え、ママ。ママ小学生だったら大変。妻小学生になったなってしまった。全然見てないけど、まだ、うん、録画してあります。てるちゃんぐさん、対戦ありがとうございます。一人で寝るときに部屋を暗くしても怖くないですか。一人で寝るときが、ね、どうしてバレとるないです。お腹の湯たんぽ肉たんぽ肉たんぽ正解。妻小学生面白い。あの、今日で最終回だったんですよね。途中で寝た最後まで見てない。後でまた見る。なんだっけ、そうかけ、うん、え、見ようと思っとったら発作ってきたんやん。あ、それで起きたってこと。やっぱ寝とった。そうだよ。だからさ、疲れとんよ、仕事してきてとんよ。ハルピョン、ドボンさ、私ドボンされました。来週だった。あ、そう、今回前編だった。あ、そういうこと。来週で最終回。じゃあ、うん、でも私は まず一旦 DCU がちょっと面白そうだったので先にそっちを見ますね。いや、ファイトソングが最高だった。あれ、 DCU は最終回迎えました。まだです。じゃあファイトソング先に見て。いいよ。ムササビ。あ、言ったらダメか。全然分からん。でも今日のこれ可愛かった。かやちゃん、かやちゃん好き。かやちゃん、ほら、分かりますよって。さとさん最高だよね。かやちゃん可愛い。かやちゃん可愛かった。疲れとんよは方言じゃないですよ、うん、疲れとんなんぜ。うん、ももぴょんと話してると方言が。そう、私富山の人と喋ると仕事スイッチオフで、仕事スイッチオフって言うの。仕事じゃない。そうやね。だってさ、いっちゃん系のビーで伊藤ちゃんとかと喋って、まあ富山の人じゃないからか、伊藤ちゃんもともと。でも富山弁で来てもさ、私富山弁で行けん。そう。関さんとかさ、富山弁で来てくれるじゃん。来てくれる友達来てくださるじゃん。関ちゃん富山弁なんけ。うん、うーん、すごいね。でもたまに福島弁出るけどね、うん、歩っとるとかはたまに。でも茨城の人よ。え、違う違う違う、生まれ、あ、住んでんのが茨城か。あれ、そう、え、分からん。え、茨城、え、なんか分からん。茨城から歩ってって言っとったな言っとった、うん、そうか、うん、そうだ。え、茨城だけど福島に住んどって今富山におるってことか。あ、違う違う違う、東京、富山で仕事もしとるってことか、うん、富山に呼ばれてる。そうです。お母さんの関係。お母さんの関係お母さんの関係でお母さんの相方茨城って言うとりんちゃんに怒られるので、うん、りんちゃんに怒られたら怖いね。知らんけどりんちゃん、りんちゃん遠くからしか見たことないと思うし。私が、私、あ、私ここで見たことあるよ。あ、そう、え、近っ違う20日の放送楽しみ。嬉しい。伊藤ちゃんとはマブダチだよ。え、一番怒ったら怖いの春。え、暴れたら怖そう。暴れんし、え、もう暴れんくなったん。もうってどういう一回も待って待って、家では暴れとるかもしれんけど外出て暴れたことは一回もないよ。え、え、はい、
ろいろ話してもいい？ダメ何あの AKB の活動をしてる上で暴れたことは一度もないと思いますよ。そう、外面がいいので私はそうか。ママピョンの推しメンは誰ですか？ママピョンの推しメンは卒業したからな。あ、そっか、ミーナナダーヤマかそうだ、あ、今サトミナ、確かにサトミナちゃん、確かに。パパピョンの推しメンはね、ポンポン出るけど、ポンポン出たら誰かサトミナさん以外、うん、そうね、誰かね、ボーナスタイムかな、よくわからない。ママが一番好きなのは、多分ミディじゃないね。ママが一番好きなのはミフィコとマメコ。小麦。目のどこ開いてた。ママピョンはマホピョンをどう思ってるの？可愛い。どういう質問なんだ。うん、いやあれですよ、小学生の男の子がその可愛い女の子、好きな女の子に好きと言えないのと一緒です。ママピョンも、ハルピョン推し、ハルナは娘耳かわいそう。たまごさん対戦ありがとうございます。いちごやった？あ、寝とったんか。うん、スキップしようかここでやめて、ね、やめて、あ、壊れる。スキップしたんだけど、気持ちいい。そうですね、私は次女ですよ。ここで実は三女でしたと言ったらびっくりするかな。うん、残念ながら3回も妊娠してません、うん、三女でした。三女はマネ、長男小麦、うん、じゃあママが産んだってこと、まあ、かわいそう。だから姉は人間だったんだけど、私はちょっと人間にウサギがちょっと混ざってしまって、もう私豆以降はもうウサギしか生まれなくなった。どういう。ママ誰と結婚したんやろ。パパ。モカ。え、モカが三女じゃないが。あ、そっか。宿題手伝ったりはしてません。されてません。夏休みのあれぐらいだね。それだけ。それだけ。夏休みはちょっとやらない女の子なので、私でも宿題、他の宿題は手伝ってもらった。一回も勉強も一回も聞いたことないよね、ハンナね。いや、え、これなんか知らなかったっけ、一緒に。それ、あ、やばい、名前言おうとした。姉です、それは。え、そうだよ、あの椅子持ってっとった、うん、ハンナ知っとる、椅子持ってとった、教えとった。ハンナじゃない、それ危ない。え、すごいよ、岩手県豪強だって。え、待って、なんか、え、でもあんま言うとあれだな、なんかネットの、まあ、TikTok でいろいろ流行ってて、ね、余震豪強ってそう、姉の名前を言いそうになりました今、やばいやばい姉の名前を呼び捨てにする妹よ。 いますよ。え、だってさ、違うママピョンとパパピョンがそうやって呼んどったから、そりゃさ、次女も真似するじゃん。そうですよね、だってお姉ちゃんなんて教えられてきてないんですもん。え、だってママお姉ちゃんじゃない、ママにとって彼女はお姉ちゃんじゃないもん。でもばあちゃんは姉ちゃんって言うじゃん。いた。ばあちゃんは姉ちゃんって言うにか。うん、お利口だから。え、なんでかね。
昔の人だからじゃない。まあ確かに26歳ですからね。うちの兄弟も呼び捨てだって。森のパンダさん、大戦ありがとう。 あやばい、ドボンされる。大戦ありがとうございました。ママピョン長女です。今年でママピョンと同い年になるので泣きそうです。じゃあ一緒にディズニーに行く。なんで待っていいやから、同い年になったらなんか友達感。あ、じゃあぜひディズニーに行ってもらって、私はユリとディズニーに行くので。行く行く詐欺しとるわ。もうオカリナもそうだし、富山出身やから富山弁聞くとなんか、やった。富山弁で喋られるいつも。無理、仕事スイッチオン。じゃあ今どういうこと。まあいいや、だからあんな多分ショールームで喋ってる感覚じゃない今、ママと喋ってる感覚。うん、そうそう、ママと喋ってる感覚。でも私もあそこだよ、あそこだよ、あそこどこだよ。東京行ったらちゃんと変だよね、標準語で喋るよね、うん、変。そういう切り替えは、切り替えじゃない、切り替えはうまいよね、うん、でもパパはずっとなんちゃらな超恥ずかしいよ、電車とかに乗っとるのに次降りないからねってちょっとやってみやるけど、うん、次降りるのとか言って、ね、それはすごい分かる。降りないやけどねって、そう本当にそう。パパはもうずっと富山弁で。都内でのおすすめの場所はありますか。私たちに聞くんだ。どうしよう。ないね、知らんね。秋葉原劇場、AKB 劇場、秋葉原劇場どこそれ。AKB 劇場です。はい、秋葉原の劇場。あ、やばくない、ちょっと地震の情報を見ます。地震の情報を見ようとしたら何でってこれ。わー、いつも夜だね。切り替えできんくって出身地すぐバレる。もうそれが富山弁だもんね。切り替えできんくって。切り替えできんくって。切り替えができなくて。ドンキのおすすめ商品。いや富山にしか売ってないのかな。富山ドンキ？うん。今ここにはないんですけど。洗面所にあるんですけど。あの青色とピンク色のヘアオイル、青のヘアオイルとピンクのヘアミルクみたいなのがあって、それが500円500円なんですよ。それ合わせたらめっちゃ良くて1000円にしたらいいわけだ。そうそう、でも2倍じゃん量は、分かる。だから結局500円なの、うん、どういうこと。分かる分かる。そう、ハルピョンママ美人だろうな。ありがとう、ということにしておこうか。この写真撮りたい今。さっきの写真送ってないっけ。送ってないよ。え、送ってもらったよ。送ってもらったけどファンの方には送ってないよ。うん、ファンの方には、うん、送らないよ。うん、変だけど真面目だよねもう。真面目に答えてくださってって書いてあったから。てるてるのファンデーションはこれは。私はメガ割りで買いました。富山に売ってんのか。あ、でもこの間ドンキで見たときは、この間ってだいぶ前だけど、ドンキで見たときはなんか売り切れ状態でした。声が若い感じて、26歳だから若いのに決まったのにね。うん。え、ママピョはお話し会何部参加ですか。まだ売り出ししてないんだ。違い、ハンナのさん、ハンナの話し会じゃないの。え、ハンナの話し会のいつに出るか。そうそうそう。どうしようかな。おすすめは4月9日の2部です。でももう再販もないし終わっちゃいました。ちょっとあんまりねママの方見て喋らん方がいいよ。鼻の穴ブサイク、うん、顔もブサイク。柴田理恵さん、室井茂さん、ママピョン、富山の三大美人。
狭山の三大おもろいかもしれまあ私は確かに美人というよりね、可愛い。いやもう少女じゃないよ。少女だよ。少女じゃないよ。少女っていくつまで？もう二十歳過ぎたら少女じゃないよね。22になるなんて信じらんない。あなたが私を産んで22年だったんだよ。22年も前に産んだの。4歳の時に私をね。私も信じられません。いくつなんや。キトキト、キトキト、あまり言わんな。この魚キトキトよねって言ってる人見たことない。魚屋さんは言ってるんじゃない。うん、魚屋さんはね言っとるかもしれんけど、うん、スーパーでこうやってなーは出るけど、なーは、うん、腹うい、腹ういすぐ使う。でママピョは座ってくれれば私上向かないや。そんな長いをしようと思ってなかった。だって下に、下の端末でガンガンに喋っとるよ。え、パパ見とるかな。見とると思う。もしかしたら聞いとくかも。あ、ダヤイも言うね。歯がやしいはあんまり言わんかも。昔パパ言っとったね。歯がやしい。最近聞かんけど。歯がやしくなくなったんかね。うん、母さん対戦ありがとうございます。え、ママ違う、カーとピョンさん、ヤンチーって言われちゃった。声がヤンチー。へい、へい、だってどこに腰掛ける、ここファンヒーターの上。うー、やめて、ベコってなるから絶対。失礼な。かわいいでしょ。ママピョンの方が身長低いんだっけ。いやいやいや、ハンナには負けません。立ってるからね。あ、歯がやしい、わからん。うーん、プンプン。違う、歯がやしくなるんや。違うな。どういうこと。あ、歯がやしい、なんかじれったい、 腹が立ってちょっとじりじりじりする。あ、ピョン。歯がゆい157。あ、もう全国の157の人、ママピョンですか。あ、聞かれてしまう。あ、160は欲しかったな。161欲しかったな。え、誰かが161って言ってた、うん、あ、そう、腹正しいみたいな、そんな感じだな。誰だったっけ。あ、分かった、友達だ。全然違う話してた。ねえ、何？え、見えん。あ、ハルピョがバレてます。あ、バレてはないんだけどな。原隆、それは解決ゾロリの人。あれ違う、原平、原ママの原平かな。あれ違うっけ。合ってるって。原隆は総理大臣。え、解決ゾロリのよいしょ作者さんも原隆さん。原豊か。そうだよ、違った違った。原平に5000、どういうこと。え、もう謎、もうみんなの、だら出ないな、うん、高校の数学の先生の口癖。え、いくよ、はい、もうあんたたち絶対に取ると思うんだ、絶対に取ると思うんだ。ママピョンは
ステージ上よく動くなって思う、ね、最後まで言わせて。あ、ごめん。ステージ上の私ハルピョンを見てどう思いますか。よく動くなって思う。あと振り間違えんでって思うドキドキしちゃうでも間違えても、うん、ママには踊れない。だってだいたい47のができないもん。47何回も教えてもらったよねって北海道本州日本間違えた北海道本州中部、あ違う、北海道本州四国九州沖縄定点で厳しく、ああそう確かに橋本家は、うん、ポーさんがそう定点でいつもその当日は定点で見て、うん、後日あの DMM さんに上がった時にアーカイブで見るんですよ、うん、んそのアップのところだから振り間違えたらバレるラインが来るよね。そうステップ違うよねとか足違ってたよとか、じゃあ踊ってよって。いや、これハンナが間違ってるか周りの7人が間違ってるか7対1でしょここは分からんじゃん。ママピョ苦手なものはありますか。ぎゅうぎゅう、そこ、ね、あんこ似ちゃったんですよね。でもあんこは人気かった。チョコレート、チョコレート、チョコレートも煮ました。 VR 絶対酔うよね。 VR なんで、うん、絶対酔う。ママは絶対酔います。卵さんとめっちゃ対戦するな。今日劇場ロビガン待ち中にひろゆきさんとすれ違った。えーすごい。カラオケで歌ってほしい曲、じゃあアンパンマンマーチ。ママピアは7個しカスタード派。正解。違った。いちご、いちごも美味しかったけど食べたいのはあれ白エビクリームだっけ。あ、卵焼きじゃなくて。うーん、食べたことないか分かんないけどね私も見てほしい、ひろゆきさんにパフォーマンス。意外と踊れるんですねって言われるかな。なんて言われるかな。見てもくれないかな。でも私もひろゆきさん本当にこの番組の MC になっていただくまで知らなかったので。あ、ひろゆきさんはなんか今日本にいるらしいですよ。なんか今日あのあやみんじゃないズッキーとナーミンちゃんとあのあれをしてました。 YouTube ライブをしてました。ピザの関係、あ、ピザかドミノピザでも売るんかも違う違う違う、未練なんていう、未練がその点々と丸がね難しいんだ。老眼でございますかそうやばっすよ。ピザの関係でちょっとフランスのピザは口に合わなかったのかもしれない。なんか狭い狭くないよ、この部屋がまず狭いからね。うん、明日何しようかな。明日はだからママの成績を行けんかったご飯屋さんに行くんだ。え、また、うん、続いてるね。振動後時々バカなピョン、うん、ずっと我が幼児ではだから頭なんか違うんだよね。私が頭いいわけではないんだよね。あのさ、頭良くない、うん、バカですよ。お姉ちゃんの方が頭いいよ。いや、それはうんては言わんな。まあうんって言うよいろいろ見てきとるもん。今の学力分かる。今ハンナ食べたな、ペペかもしれない。体質対抗性方がいいわでも小学校は頭良かったです。いや、それはパパとママの血だよ。そうなん、うん、小学校の能力って。え、だって何もせんかったろ。何にもせんかった、もうテスト勉強、うん、先天性なものじゃない。そこに努力がどう、違う違う、授業は受け取ったよ真面目に
授業は真面目に受け取って、あと何もせんか、そうひらめき力は確かにこの家族で一番あります。うん、私優等生一家、なんか中の上ぐらい、中の上ぐらいじゃない、中の中ちょっと間の配信なんで言わせてください、はい、そうそう、だからなんかなんだろう、頭いいわけではないんですよ、うん、そのねえ、だからそのあ、まあ、間違った、あれ勉強はそうですね、 AKB に入ってやんなくてもいいかなって思っちゃいました。えみんなちゃんとしとんがにごめんなさい。モノクロームさん、たまごさん、対戦ありがとうございます。センス、何のセンスですか。お洋服のセンスはあまり良くないです。今言おうとしたアンナも、それからセンスはない、お歌のセンスもあまり良くないです。それからママに甘えてくるセンスはありますねあるんだ時々そっけない時もあるけど、えリクエストがあればママビヨンツインテールしてあげますよですって。マジカナバナナちゃん、対戦ありがとうございます。いや大学出てるから頭はいいでしょ。いや大学ってうん、日本の大学はママでも出れるんだからいや可愛くは産んでないよね。あ、うん、分からん、可愛くは、あ、いや生まれた時可愛かった、産んだ瞬間は可愛かったかもしれんけど、うん、あのその瞬間の顔知らんから何とも言えんけどあの途中でちょっとなんか変なとこから変なとこからどうなったんけ、変なとこのなんかね、変になりましたね一瞬。でもなんか軌道修正されました。え自分で言う、その変になった瞬間よりかは化粧せんだら可愛いかも。いつも言うんです、ハルピンを育てるのに一番大変だったことはない。まずハンナのあれを一回通して通して一回通して、ですよね、一回通して何って言おうとしてる、これあ、それちょっとでもなアイドルの配信だからな、まとめられちゃう、うん、じゃあやめるか。まあアイドルが言ってしまえば、なんて言ったらいいんだろうな今もう時効じゃない、いい感じって言ったし3歳まで、うん、3歳の私の誕生日まで言えんよ、じゃあ言われんなっていう話です。だ普通は何歳で辞める、普通1年1年で辞めるものを私は2年引っ張ったよっていう感じ。ウーニーマン、いやおむつ外れは早かったね。知らんよね、そんな話。保育園の先生のおかげで知りません、ありがとう保育園の先生。うん、前聞いたようなだった。あ、ほらバレてるじゃん。あ、そうです。ハルピョンの結婚の条件、車、家についてどう思いますか。富山におったら普通ですもん、私ですって。だからといってママパパと結婚したのは別に車と家があったわけあったから結婚したわけじゃないけどねでも結局あったじゃんあったけどさ、あったけど私も車乗っとるしさ、結局あったじゃん。だから多分県民性、何に県民性っていうの、その住んでる土地にもよると思いますよ。モノクロームさん、対戦ありがとうございます。いやでも家と車なくても別に橋本旅館に住んでいただき、え、じゃあ片付けてってパパに言って、うん、花のグッズ片付けてってパパに車は言いません、言いたいけどママの好きな車
何トヨタ車であれば、まあいいや、まあいいや、分からんかった。ママピョンに気に入られるのにはね、ハルピョンのことが大好きであればいいですね。あとうちに来るたびにミフィーを持ってアルフォードリアル、アルフォートお菓子の名前急に言おうとした。トヨタか、残念。いやいや別に買い替えましょう、やばい、買い替えましょう。ママの車が欲しいな。ママの車、ママが新しい車欲しいってこと。もうちょっとやばいから、やばい話。ヒジリンじゃないけど、ハルピョンが送ってくれても。ヒジリン、ほらヒジリンさ、あの秋田の公演の時にさ、ヒジリンママが言ってた。ああ、お手紙ね。クラウンはそんなでっかい車乗れない。アルファード、うーん、乗れないよな、きっと。もう全然車の種類分からんから、ごめん、この話やめてもらっていい？ママラバンの車でもいいよ、可愛いからウサギのやつね、うん、この話全然分からんからやめてもらっていい？とりあえず、はい、あと10分しかないってよ。あ、やばい、え、マジ？ファンナが置いてけぼりになるから、うちそこの多分ね。でもファンの皆さんは多分車の話楽しいんだろうね。でも全然もう何にも分からんから、ごめん、ちょっと。じゃあ車2台と家ですね。いや、え、まあ、ママにも車くれるってこと？そういうことじゃん。ハンナとママと、うん、家。あ、軽トラは運転しやすい、わかる。ね、したことない。うん、三輪車だとダメですか？三輪車、コキコキするのが大変だよ。すごい足疲れるよ、三輪車。悩むんだそこ。ダメですって言うんかと思った。いや、かわいい、ミフィの三輪車なら許す。ベンツ軽トラと軽がそのうち飽きますよ。分からん分からん、むずいむずい、うーん、やめよう、もう車の話は分からないんだ私、本当に。プリウスしか分からん、うん、プリウスとドボンすればプリウスとパパとママが乗っている車しかわからないので、ちょっとそれ以外は。え、じいちゃんの車とか、いとこのおじいちゃんの車とか。え、わからん、トゥク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 大変でしょ、トゥクトゥク。そんなこんなです。楽しかったですか皆さん。楽しかったですかって、もうすでに富山弁だよ。楽しかったですかだよ。楽しかったですか、うん、それ勝也、勝也だよね、勝也。ほら始まる時は勝也なんです。何を、古典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 は豆と小麦がするやつです。古典かわいい、はい。にゃこさん対戦ありがとうございます。私のカードだよね。読みはしたけど怖っ読みはしたけど私のカードだよね。書いてやっちゃう、おごりますよ、持ってあげます、ありがとう。え、いつも持ってやってる気がするけど確かにママピョンの方が標準語うまい、任して。じゃあじゃあじゃあ、どういうゲームする？え、ゲームする時間ないってどういうゲームする？全部ハルピョンですか？ありがとうございます。エンゾロって通じますか？わからん、え、わかんない。寝てる間にチューするママピョン、うん、寝とる間にチューするママピョンでしょ、富山弁にしたら、うん、マクド、マクド、マックマックマック、地元では標準語、方言が標準語、そうです。マック、ユニバ、うん、好きや、好きやこれ好きやのあれにした方がいいんじゃない、好きやCM ソング、松屋、松屋、え、松屋、松屋だよ、言わん、松屋、モスバーガー、モス、モス同じ形か
誰だ、誰だ、今日あった一緒に、あ、分かった、ファイトソングの NG のやつだ、あ、なんだっけ、エンゾロだ、忘れた、そこだよね、エンゾロ、道の、え、松屋って言わないんだ、松屋なんだ、 KFC、 ケンタッキー、ケンタッキーもさ、ケンタじゃん、ケンタなんて言わない、これジェネレーションギャップ、ケンタって言ったらお友達思いでしょ、だから私ケンタさんっておらんかったの、友達に、うん、でもケンタッキーってケンタじゃん、カツヤじゃん、なんか人の名前ばっかりだよね、あ、カツヤくんね、あ、いなくはないね、ケンタくん私いなかったな、浜ちゃん、浜ちゃんは、浜ちゃん、浜田さんと浜田さんじゃない、きっと、あ、浜田さん、うーん、でもあの浜田さんは配信時間あと5分ですよ、でもあの本投げようよ、本投げようよ、本投げるんじゃなくて読んであげようよ、本投げようよ、でもあの浜田さんは浜田さん、なんかあの方だけ浜田さん、他の人は浜田さん、なんかあの方は浜田さん、は本投げるんじゃなくて放り投げることね、本投げる、あ、本投げるも言わないだ、うん、やば、ジェネレーションギャップ、あ、いつまで喋ってるのって叱られました、はい、もう喋りません、私ランキング読んでいい、読んでください、は、浜田さん、浜田さん、浜田さん、なんかそれこそ今日さ、ひろゆきさんをさ、なんかいろんなメンバーの SNS で見たんですけど、どう？全然真っ暗、あら、ダメ、来た、あ、来た来た、全然真っ暗、あ、ランキングいきます、あら、ダメ、ランキングいきますね、すいません、ランキングいきます、いきます、1位、あ、全然大丈夫です、あの私の、 あの携帯の操作ミス、すいません、いきます、1位エンドレッドアットピョンダさん、2位サプライズレバーさん、3位パンダさん、4位トラック野郎アットゴリさん、5位、あと2日で32歳になる北里公平さん、6位すき焼きを食べた竹兄さん、あれ言ったっけ、言ってない、昨日すき焼きでした、でした、7位 A ダッシュアットピョンダさん、8位マックミックさん、9位ともゆきさん、10位サク太郎とハルピョン、楽しい、今日も可愛さが溢れてました、イエイ、ありがとうございます、ごめんね、11位遠くへ行ってしまったスミちゃん、圧倒さん、あとでは、うん、ここ心は隣にいるよ、意味わかんない、反応も黒、12位ベベモンさん、13位ツッチーさん、ありがとうございます、そして本日のラッキーと88位は大木正義さんです、ありがとうございます、この前のさ長野県に入されたの言ったの、言ったよ、ママが寝てたんだよきっと、はい、すいません、はい、すいません、ということで皆さん本日も配信見に来てくださってありがとうございました、今日は神回ですか、まあ久しぶりにゲストが一人いたっていう感じですかね、別に神であったかは分かりませんが、神ではなくてママです、え、私の笑い方ずっと変って言っとったっけ、うん、えへへらしいですよ、本当になんか、なんか最近だなわけではないらしいですよ、え、違う違う、最近、あ、え、こんな変、春菜ってこんな笑い方したって父さんとよく言うと、ほらです、神さんですね、面白い、でも私にとってママさんです、ということで、はい、うさぎのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます、今日も自慢のラビットジャンプ、あ、間違えた、ジャンプだったジャンプで15,327人の皆さんにきっと笑顔をお届けしちゃう、富山県代表春ぴょんこと、嘘、橋本春菜でした、ひろゆきさんの話は、あの、あ、そう、ひろゆきさんがいろんなメンバーさんとツーショット撮ってたんですけど、なんかどの写真を見てもなぜかひろゆきさんだけなんか本当に隣にいるっていう、なんかなんだろう、そのなんか 2D 感 3D 感なんだろう、なんか難しいなと思いました、おやすみなさい、グッダイ。
今日もハルピョンと寝ます。バイバーイ。